石川家の続ラジはこの番組は鳥取県米子市に住む結婚16年目のごく普通の夫婦気象予報士の私石川秀康とフリーアナウンサーの私田中由香里がお送りする「ふふっと笑える夫婦のラジオ」です。 インスタグラムと X は「ハッシュタグフフラジで私たちとつながりましょう夫婦や家族にまつわるあなたのお話もいっぱい聞かせてくださいね 1>, 1週間の締めくくり週末の夜をちょっと楽しくするラジオ夜10時までアラフィフ夫婦のゆるーいトークにお付き合いください。 3回目なんよ取、うん、り直し <laughs> 前代未聞なんよ前代いやいやいや4月から始まっていやだから聞いてる人には分からないじゃないちゃんと編集してるから3回目の撮り直しなのかとかまさかのタイトルコールのふふらじの声が揃わないうんいや,いやでもねそれはあの3回撮り直しましたけど、はい、いやあなたが最初間違えたんやろだから「ふらじって言ってたからあバレたかバレるよいやー るよメールがたくさん来てて読み込んじゃっていや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 読み込むいや読み込んだ後のオープニングトークだから一番最初のっけなわけですよそれがフラジーっておかしいでしょとバレてへんと思ってたいやいやバレるよそれで一回ダメになりまして取り直しましょうで次やって私ちゃんとその時は合わせて言ったんですフフラジーってそしたらもう一回 また NG みたいな。それはね、あのね、あの、回ってなかったよね、収録がね。残念。全然、全然数字が増えないから。あの、は、波形モニターが全然波形を刻まなかった。残念です。はい、今日も別室でお送りしています。はい、そうですね。はい、別室収録です。はい、えっと、私は、サブにいて、ゆかりさんはスタジオにいるという。はい。今日スタジオ、ちょっと涼しいね。あ、今ね、エアコンかけてる。ああ、そうですか。 そういい感じの。あ、ありがとうございます。冷え具合です。熱くしていこうと思います。トークは。トークでね。はい。全然うまくないから。そうですそうですねってならならないから、全然うまくないから、そんなうまうまいこと言ったって思ってるかもしれないです。BSS ラジオお聞きの皆さんは、高木圭一さんのレトロ視聴覚室楽しみましたか？引き続き。はい。 石川家のふふラジでお楽しみくださいえ、何今回からこういうのを言うことにしたのいえ特に感情はポクリンセンさんからいただきまして、はいえー、高木さんはいつもレトロ視聴覚室の最後で、えーはい、石川家のふふラジの予告をしてくださっていてありがたいですよねこの言葉を受けて石川家のふふラジでは高木圭一さん今日も一日お疲れ様でしたそれではここからは石川家のふふラジでお楽しみくださいなどの一言を入れて放送開始したらどうでしょうか という提案が来てます。あ、なるほど。で、それもね、あの、冒頭から入れようかなと思ったんですけど、まさかの撮り直しっていう。言わないといけないことがあったんで。まあ、あと、あの、ポッドキャストで聞いてくださっている方もいるので。はいはい。なかなか、こう、難しいところ。そうですね。だから、あの、気まぐれで入れます。気まぐれなんか。はい。言う言わんは、あなた次第。すごいな、都市伝説みたいね。はい。信じるも信じないも、あなた次第です。先週の放送は。 あのテーマが甘えびでしたっけあいやテーマが甘えびでテーマは「ふふっと笑える夫婦のラジオ」だから甘えびじゃないからテーマは何の話かは忘れましたけど甘えびの頭を吸うか吸わないかで私たちはもめたことがあるっていう揉めたことありますねはいっていう話がありましてそれで反響が来てますね反響が反響来てますかそれで吸うか吸わないか うん、ラジオネームテクノロジーさんは広島から、はい、甘エビの頭「す」というのがいまいちイメージできませんああでもうだよね、うん、僕は甘エビを食べる時はもう頭ごと食べて尻尾も食べますえどういうこと <laughs> なんならゆでたエビに至っては殻ごとバリバリ食べて、えー、エビのいたアリバイは何一つ残しませんちょっとまさに猛 <laughs> さがある。わ <laughs> そう上手ですうんすごいねえっ、はい 私は甘エビの頭をピュッと取って、うん、その中の味噌を吸うっていうそ,そこも味わう派ですよっていうことで言ったんですで、うん、石川ちゃんはその甘エビの頭はもう食べない<う>捨てるっていう話そ,うそんなもったいないことせんといてよ <laughs> 吸いやっていう話でいや強制しなやっていう、うん、強制するなよっていう石川ちゃん、うん、そう吸いやっていう吸うことを強要する私、うんうん っっていうことでで揉め事が始まったんですそう、あのー、甘エビ食べるときにねあのスイーヤっていうのをで年こされるんですよ。<laughs> いやあともスイーヤもったいない。スイーヤスイーそ,そこが美味しいねんから味噌スイーヤっ、うん、だからいいからあの俺は別に吸わないからって言ったら、うん、でもスイーヤって一歩も引き下がらないよね。そこはねちょっとねなん、ま、だしにするとかそんなんでもいいんですけど。うんねえー、おさんさ 家内は甘エビが大好きですだけど吸っているところは見たことがないですでしょほら2票だから今吸わない人が1人いるよねテクノロジーさんは吸わないけどまんま食べるから味噌も味わう方ですこれは無効表だねじゃ吸う」じゃないもんねでも X でリアルタイムで私聞いてましたけど X で「ハッシュタグふふらじ」で見てましたら吸う人もいました あ先週放送のリアルタイムで X のコメントには、はい、っていうで甘えび吸,吸わないで喧嘩する2人ってっていうコメントもありました、うん、いや,だ,いやだからすごいねスイヤで圧をかけてくるのねお父さんはちなみに甲殻類が苦手だそうであ、うんま食べないのかな、うん、あ、はいはい、はいはい、ということでしたけど、うん、あの甘えび問題ね <laughs> だから甘えびの、はあ、ラジオでも言ったことあるかもしれませんけど 甘えびを吸わない揉め事、うんうん、それに関連する揉め事といえば、うんえー、朝ごはんで生、うん、えー、目玉焼きを作ってトーストと一緒に出しました、はい、目玉焼きは黄身は半熟で出しました、はい、で黄身に食べながらねあのおかずもいろいろありますけれどもお皿に黄身が残りますうん、うん、でそれは食パンで吹きや <laughs> となるんですよ いやないやな,なるけどいやそこはいやふくふかないかはあなた次第じゃないそれこそいやいやマナーです、ま、ではマナーなわけないマナ,マ,マナーなわけないじゃないでいやいやいやおかしいおかしいなんでそうなるかな朝も揉め事です <laughs> 朝食の場でも <laughs> いやいやふああ拭かないでしょういやふかないでしょう食パンは食パンでサクッと食べたいんだよみたいなことを、うん、そうそうそう,そう,そ,うそうなのよ私はねじゃあスプーンでスイートリーヤ <laughs> ス, <laughs> スイー,トリー,スーンスクイーヤでしょスクイーヤか、うん、でもいいです。 何せその黄身が残ってるのがもったいないあのね本当にね,あのね,当にねあのゆかりさんはね食べ物に関しての圧が圧がすごいんですよいやいや圧はすごくないですもうなんかおいしく食べてもらいたいいやいや,いやもったいない子とも余すことなくいやいや,いやそれをね自分あのー、なんていうの人に強要するからあなたはえー、教強要じゃない<ん>お誘いですお誘いいたことないわ <laughs> <laughs> 聞いたことないわ、そんな。の頭レッツスイーヤレッツスイーヤじゃない。そんな感じですので、大丈夫です。いや、どっちかって、じゃあ、レッツじゃないけど、マ、マストの声。吸わなければならない。白。ふけ。甘えべ、すえ。すえみたいなもんですよ。ちょっと英語にできないんで、わからない。そうですね。はい。お父さんは。はい。今、僕が一番心配しているのは。石川家の子供たちから、手が離れたユカリンはどうなるのか。 一気に老け込みそうで <laughs> うまく子育て子離れしてね手がかかるのは小学校まで、うん、楽しんでね、うんうん、そんな温かいメッセージが来ましたいやでもそうなんじゃないの前も言いましたよねこの番組でね<う>あの子供がね静まったあと人でお,お鍋を囲んでうん でそのお鍋がコトコトいう音が部屋に響いて、うん、その音をこんな音聞いたことないいつも子供がわいわいしてるから、はい、その静けさの中コトコト鍋をいう音を聞きながら私は泣きながら鍋を食べた <いや S 2> あの感動の話いや感動じゃないよ、ね、不可解な話 <laughs> あ,あ, <laughs> ある意味ちょっと俺の中ではホラーの息ですよ <laughs> <ー>なんで泣いてんの <laughs> どんどびっくりすんねんけど びっくりするわだからねいつもだったらね鍋をみんなで囲むんだけれども二人で囲むと寂しいな子供がいなくなるのは寂しいなっつって泣いたんだよね小物そこ引っ張らなくていいから別でも大丈夫です小離れできるように私考えてますんでそんなん考える考えてます考えてできるものなのそれ大体ね一人暮らしすることもあるでしょ 子供がはい、はい、例えば、はい、関東や関西で、はいね、あの一人暮らしすることもあるでしょ、まあうん、今から言うと中3の娘が何年後か、はい、3年後4年後か、はいね、っていう可能性もあるでしょありますねそうなると私二拠点生活始めます <laughs> 今流行りのいやいや。聞いたことないから、そんな。いやいや、二拠点生活、だいたいそれはね。はい、仕事 A. があって。はい、その仕事 A. の場所と。<A> もう一つ副業か何かの仕事 B. の場所があって。うんうん、そこを、まあ A. と B. を行き来するのが二拠点生活なわけですよ。うん、そうします、そうします、だからそこで大阪でも仕事します。<laughs> いやいや動機がちょっと。動機がちょっと違うじゃないの、それ。 子供と一緒にいる時間もあるし、うん、子,供子供と過ごしたい二拠点生活なわけでしょでもそれ,それもある <laughs> そしたら私もまたねあの何か新たな仕事とかご縁ができるかもしれないあ<ー>な週末は子供がいるところに行ったりするのもええんちゃうかなと思そしたら全然小離れな いや小離れしてない方だから子供についとったからそうか大丈夫大丈夫大丈夫全然小離れする気ないじゃないのついていこうとしてんじゃないのっいやはいだからダメでしょそれあやあれようちの長男とかもう勘弁してくれって絶対思うよそれああこないだんか野球しようぜ公園で野球しようぜ公園ちゃうか えどこかで河川敷かなんかで野球しようぜって誘いに来たうちの息子の友達に私が家にちょうどなんかレレあの牛乳があってねああはいパック牛乳かパック牛乳が200ミリぐらいのねあってねちょうどいっぱいあったから「うん、あちょっと友達来たんだらその牛乳あげるわ」って言って「うん、玄関ちょっと、ま、あのママ行ってあげるわ」って言ったら、うん、もう全力で息子が止めてね、うん、見た見たその場面見ましたよ、はい、遭遇しましたよえでも、うん、パスチャライズやで <laughs> 関係ないやろ<え> <laughs> 牛乳絶対飲みたいっていや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 息子は別にその,あの子供ママが牛乳パックを持って飲みのそれこそ飲みやって来るのが恥ずかしいわけよ、えー、全力で止めて、うん、で何やったあの子供がちょっと出かけた時に私がじゃあちょっと私行ってくるわって言ったら「あの石川ちゃんまで全力で止めてやめよ」や、えーえー 息子に嫌われたい,んかいやそうそう,そう <laughs> それ止めるわ <laughs> それで言った言葉が「はい、いやいやパスチャライズやで」っつっていや <laughs> そ,<う>そこじゃないから喜ぶんちゃういやいやそれで長男「じゃあパスチャライズだったらじゃあどうぞどうぞどうぞ」って言うわけないじゃないそんな <laughs> いそうですか、うんはい、だからだということで私は「子離れできますのでご安心ください」できてないや絶対できねえじゃんそんな。<laughs> どういうどのエピソードをとっても全然できてないエピソードだらけやこんな不安だらけですよそ,そのリスナーさんの不安、うん、あの予想は的中ですよ多分それはいやでもねあの子供が巣立った後の生活って寂しいってよく聞くんですよああそうなんですかでもね、うん、そういう話を私ちょっと免疫つけとこうと思って免疫,免疫そう覚悟しとこうと思って覚悟はいうあのそういう話をいっぱい聞いてどうやって乗り越えたか皆さんは <laughs> そしたら BSS の先輩社員の奥様で私も仲良くさせてもらっている方がいるんですけどその人はめっちゃ子離れできないと思ってた私はずっと仕事しない時期も結構あったから専業主婦されてて子供との関わり合いの時間が私よりも長かった絶対できないと思ってたけど意外とできたよ結構ね寂しいのはね 1ヶ月で終わるわるそんなもんななもの 2>,、はい、2人目だったらね1週間だそんなもんなの、はい、っていう感じになるそうで、うんはい、だから私もああ今はねこんな感じやけど、うん、いざうだったらあっさり行くんちゃうかなとも思ってます、うんうん、あそ,れそれで免疫をつけようとしているわけそれ、ね、そう,そう、いろんなこのこ子供が育ったって聞いたら、うん、高校3年生から、ね、大学1年生や就職でどこか行ったっていう話を聞いたら、うん、もうランチ誘ってその。 奥様に、うん、誘ってその時の話をめっちゃ聞いてますどう思いました <laughs> どんな気持ちでしたかどう乗り越えましたかインタビューしてますだから大丈夫ですえー、大丈夫かな、はい、なんか不安だな大丈夫ですそんなーねー千歳みどりさんからメールいただきましたはい、ありがとうございます先週の番組の中で、えー、あったですね面白い番組を一緒に見たがるのは仲良しな証拠ですね好きな人と感想を共有したくなるんですよね はい、あそうなんです、うん、私が大好きなバラエティ番組かまいたちの番組があって、うん、あの夫に一緒に見ようって誘うっていう話をしましたはい、はい、でもあの夫婦それぞれの趣味があってそれは、うん、あのお互いで楽しんだ方がいいのかそれか共有した方がいいのか、うんうん、どっちの方がいいでしょうかっていうお悩みがあったんですよねはいそうですねフフありました、はいはい、で私が出した答えは、うん、それぞれで <laughs> っていう答えでしたの通り私はその好きなバラエティ番組は私で楽しんでますい,いや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 だからあなたもすごいそれも強要するじゃないの見ようや <laughs> 一緒に見ようや,いや12時夜中12時回ったぐらいに、はい、あ言いますね一、うんはい、回私がどこか一人の時間の時に見た上であこれはちょっと石川ちゃん見といた方がいいなって思ったら判断した回は 妙やになります <laughs> あのふるさと松江が出ている回とか、ね、<laughs> <ー>そういう時はあります凛天石村さんからいただきましたはい、はい、ありがとうございますいきなりですが、うん、先日ラジコで聞いている番組で偶然この番組のタイトルとよく似たタイトルの番組が割と最近まであったことを知りましたその名も岡谷寸地のふふふレディオ、うん <laughs> 似てますね。むちゃくちゃ似てるやん。似てるね。むちゃくちゃ似てるよ。ね、ネットで検索したところ、斜め45度、お笑いのね。はいはいはい。岡安さんと奥様がパーソナリティの番組だったようです。が、ご存知の方もいらっしゃると思いますが、岡安さんと奥様、元 SDN48 の木本さんが、今年の1月、離婚されました。ふ、不吉。ま、石川んちは、 大丈夫でしでしょうけど、石川んちってなってくれてるんですね。岡安んちのフフフレディオにかけて。すごい、そんなにあ結構近,<ー>近いね。いやてあのね今回あの番組立ち上げるにあたって、はい、あのとりあえずネット上ではいろいろ検索はしたんよね。<う>あの被らないようにってことで、フフラジっていうのを検索かけて。はい どこも使ってないねっていうのを確認した上で<う>あでタイトルを決定させたわけですよ、はい、ちょっと似てるのはありましたけどかぶるのはないですし、うん、でもここの「夫婦レディオは、うん、見たこと私はちょっと分からなかったですね引っかからなかったねねえだから、うん、最近まであったっていうことなので終わっている番組ってことですね、うん、きっとねなるほど、うん しかもあれなんだね、あの別れられたんだね。あ、そうみたいですね。はい、なんかネットニュースなってたような気がします。なってたかもしれない。ね、うんうん。じゃありがとうございます。情報別れないようにねあ、でもその大鳥啓介さん風に行くかもしれないです。ちょっとそこは検討中です。別にいや検討中で。これだから二十九分までの番組ですから。あ、そうです。あ、そろそろあの次のコーナー行った方がいいですよ。 そうですかじゃあちょっとまとめて軽く「東京都の西多摩さん遅ればせながら新番組の開始おめでとうございます」とだきましたありがとうございますっていうかもうね8回やってるんだからね尺ぐらい覚えてくださいよだからごめんごめんあのとりあえず Q シートもありますからそうねごめん軽いなす軽すぎ軽すぎんねということでたくさんのメールありがとうございましたありがとうございましたこの後はふふらじ相談室です あなたのお悩みをズバッと解決フグラジー登壇室このコーナーは結婚16年目ごく普通の夫婦生活を送ってきた私たちがあなたのお悩み相談愚痴などを一緒に考え解決していきます、はい、さあ今回はラジオネーム、はい 一匹あり,さんですあ,ありがとうございます,ございます、えー、社会人になり仕事以外の出会いのなさにびっくりしていますその仕事での出会いをものにしたお二人に聞くのもなんですが <laughs> なんかいやいや宝くじ当てたみたいな感じになってるようなものにするって表現うんまあいいけど、はい、どうしたら出会いがあるのでしょうか <laughs> あ,あエコー間に合わんかった。大丈夫です。<laughs> 雰囲気、語尾、語尾がちゃんとエコーを聞いてます。<laughs> どういうこと。出会いがあるか。うううん、ああ、なるほどね。意外の出会いのなさ。うん。ああ、でも仕事ではあるっていうことなのかな。っていうことだよね。うん、いや、そこでいいんじゃないの。ね、やっぱ仕事ってね、やはり一つのグループで共通の話題もいっぱいあるわけだから。はい。 ね、あの近づくきっかけっていうのは、うん、やっぱり仕事上っていうのは多いんじゃないかなとは思ったりしますよだからまあ職場での結婚ってねこの BSS も多いですけど多いねね参院の他の企業見ても多いような気がします多いね参院放送ではマル、ま、ちゃんもそうだしああそうだねはい、うん 今日見学に来ててくだささっいる技術んもそうですね先輩のね先輩もそうですだからそういう先輩の話を見習ってお聞きして参考になること勉強になることもいっぱいありますし例えば同じ学校に行ったらその PTA どんなんだったとかそういうのも職場で共有できて夫婦揃って共有できたりねいろんないいこともあります夫婦だけじゃなくてねだから職場結婚賛成 いや別にその賛否を募ってるわけじゃないあそうですかで質問内容がどうしたら出会いがありますか仕事以外だから仕事以外の出会いも求めてるっていうことですよでも今マッチングアプリがすごいでしょすごいね出会いがねいっぱいあるみたいねやったことあるマッチングアプリいやないですねいやいやそりゃそうだろそこでだって そこでなんでないですねーって、いや、で、そういうテンションで言うかな。や、ててや普通だったら何に決まってるやろう<ー>でしょいや、わからんよ、そんなん。いや、わからんよって言う。いや、まあ、まあ、やってたとしても言わんわな。うん、そうそう,そう。この番組で。やってたとしても言わないし。<laughs> まずそこで乗るところじゃなかったから、そこは。まあ、え。乗り間違い。<laughs> 乗り間違いよ。ああ<ー>、うん。いや、ないわー、じゃなくて。<laughs> <laughs> よかったいやまあよかったってなるけどそれは、うん、いやでもそんな私の過去も、うん、アプリはなかったとしても、うん、そういうサイトはあったでしょああるね出会いのははいいはい、はいね、あるあるで電話電話とかってことかああ<ー>サイトまあサイトもあるかもしれないけど電話はいはいありましたりんりんしてねはいはい、うん、ありますね、うん、はいはいなんかそれこそなんかカードみたいな カードなのかな詳しそうやな。いや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 知識として知ってるわけですよ。ああそうですか。ねら、だから今そのマッチングアプリもあるしあとんか最近県のこの行政が主催する出会いの場結構あるんですよね。あああれいいいいいいと思ますすそううねねのははよなんかごく要 あの僕らで言うネルトンじゃないけれども<う>、うん、しかもそれがあの、ね、行政とかそういった自治体とか、はい、そういった、ねまあ、団体さんがねまあよってうのはナコーティブな仲人してくれるということだよね安心ですよね、うん、安心これは安心でだから鳥取ここだったら山陰地方だったら鳥取県のとか、うん、島根県がやっているとかも結構ありますし、うん、だからそういうのに登録してみるとかね、うん、だからなんか今,今はやっぱりそういうなんていうの,あの すごく背中を押してくれるような制、はい、度だったりイベントだったりっていうのが昔に比べて多いのかもしれないよね。うん、今まではなんかそれこそ合コンとかさ、うん、ねやってたりしてたわけじゃない、うん、特にあなたは<ー>はいもうコンパの数で言うたらもう多分両手両足あなたの両手両足全部合わせても数えきれないですね。<laughs> 聞かない表現を使うねだって私も私もなんかあの巻き込まれない普通に言えばいいじゃないのそこは数字でだから言うたら今僕巻き込まれたら40になりますけど両手両足40はやるから40どころじゃないでしょはいだってもう私んて高校生から始まってましたからすご高校生から合コンというものに行ってましたいや勉強しろよ勉強。 女子校と男子校でまあ合コン言うてもねちょっと大人びた感じで言ってるだけで普通のカラオケ会やったりするんですえう違う高校の男子あそうですそうですすごいあそうなの大阪成蹊女子高校ね私卒業しましたけど OG 誰がいいの OG は今をときめく島田珠代さんですああいいねうん大好き花子さんの花子さんああいいですねええ いうん伏本吉本卒業生というか在学されていたのは鈴木紗理奈さんああそうなんだ見に行きましたすごい子がすごい可愛いもう賞取った子が入ってるへえかかっためっちゃ可愛かっためっちゃ細かったの覚えてますスカート短いいい感じでした可愛かった であなたはその時には結構高校の時から合コン行ってたよねはい<ー>そういうのが流行りでした流行 <laughs> そんなそんな,そんな流行あんのそんな流行みたいなああありますよ、ね、健全なもんですよでも全然ああそう、はい、お一緒に、うん、あのファーストフード行ったりするんです楽しいですよ <laughs>、はい、もう社会人になってからもそんなの、うん、もうめっちゃ多かったですで<ー>何が楽しいって<ー>あの女性同士そのね 出会いの場ではありながら、女性同士の、その、えビフォーアフター、ビフォー会、あの、お茶会。その、本番の飲み会の前の、あの、お茶、スタバでお茶するとか。ゼロ次会とかね。ああ、それそれそれ言いたかった。ゼロ次会。ゼロ次会と女性だけの二次会とかね。ああ、そういうのが楽しかった。前後がいいわけだはい。ああ。電話番号聞かれた、とか。 楽しかったですねそうもだからそういうのが今なかなかないからそういったね行政の行政とかそういったイベントのねものがあるといいのかもしれないそうそうそうだからもう積極的に行けばいいですよねああいろいろ登録してっていうはいそう私もお見合いパーティーの司会したことがあるんです最近もね1年以内ぐらい結構楽しかったですよ雰囲気もわきあいあいとしててそんな あのー、いい感じのザック・バランナへえじゃあそういったところをねそうそういう会が探せばいっぱいありますからじゃあ来ましたねじゃあ行きましょうか、うんはい、ではお悩み解決へと導くふふっと一言の発表です出会いはいはくらでも転がってる <laughs> なんかそういうことなの あの気づかないところにいっぱいあります、うん、<laughs> あのそこでコンビニで出会う人とかもいるかもしれない <laughs> そんなドラマみたいな <laughs> コンビニで何何か,かスイーツを取った時に手が触れてみたいな店員さんかもしれないですしはあ、はあ、そうかだからそういったところを拾っていけばいいってことねそうですそうですうだからどどこででうつながっていいくかかわらないので、うん 全部獣の目で見てください怖いんその怪しまれるやろそんなあそうですかちょっと表現が悪かったですう困るよね積極的にねまあ積極的に言ってもグイグイ行き過ぎるのもあれかもしれないですけど受け入れ側として寛容に行くのがいいかもしれませんはい以上「ラジじ相談室」でした 石川家のふふラジ、いかがだったでしょうか。はい、番組では、あなたからのメッセージ、相談、お悩み、質問、愚痴。何でも受け付けています。インスタグラムとエックスは、ハッシュタグ、ふふラジ、カタカナでふふラジ。メールアドレスは、ふふアットマーク、B. S. S. ドット J. P.。F. U. F. U. アットマーク、B. S. S. ドット J. P. です。B. S. S. アプリからも、簡単にメッセージを送ることができます。 来週もふふっと笑える「夫婦のラジオ」「ふふラジでつながりましょう